ふけとあごくらいしか。なんでこれ。もうダメですわ。スタンディングが。こんにちは皆さん。どのタイミング。今日納豆食べてへんけどさ、昨日ニンニク食べたから臭いかも。どういうこと？常に臭いってことじゃん。そう、納豆食べ、納豆臭いかニンニク臭いかってこと。そうですね。今日は納豆臭いかも。あ、いけたいけたいけた。思わんかった。あ、ほんまによかった。牛乳飲んでないけどいけるかな。嘘じゃなく言っとくわ。よかった。今日は臭いかもしれないです。うん、じゃあもし公演中にニンニクの匂いするなと思ったら言うな。あ、くそ。あのすれ違いざまにどうせ、あ、くそって言うな。大丈夫やと思う。匂いした。でもあんま感じるタイミングがないと。でもちゃんと スアイス3かけらぐらい食べましたよ。マジ、うん、電動率の時に思ったら言うな。確かに言っといて。いや、臭いやって思いながら何も対策はしないです。ナビがサビ前こうやって歌ってる瞬間にくそって言うな。今日そこやな。見せ場、うん、そう、公園中やばい。そう、公園中行ってくれるらしい。昨日食べてん。全然分からんかった。ニンニク食べちゃった。ニンニク系とあんまり意識して食べたことないから。ニンニクを食べました。めっちゃうまいね。めっちゃ美味しいっすよね。どうやって食べる？生で食べるの？いや、本当は焼いた方がいいかもしれへんけど、なんかそれこそかスライスとかをサムギョプサルの中入れたり、うん、薬味としてね。そうそうそう、なんかあるやん、ガーリックライスとか一緒に炒めたり。めっちゃ美味しい。ニンニク入れるのと入れない全然違いますよね皆さん。トンテキとか最高。あーね、ニンニクもう、うん、ラーメンとかね。ガーリックトーストとかさ あるけど、あれも一応入ってますよね多分。そうやな、うん、そういう入ってる系は。でもそれもあんまり意識的に食べへんかも。だから一回食べてみて普通に、でその後ニンニク入れて混ぜて食べるのとかも、うんうん、全然なんか風味も違うし癖感も違うし、これこれってなる。これだって絶対休み、次の日休みって分かった。私ニンニクチャーハン食べるもん。休みじゃなくても食べてる。で昨日はねニンニクあると思わなくって、そう、ね、そう普通出てきた時に、うん、あ、ニンニクあると思って、かけられ、うんうん、食べるか迷うなと思ったけど、公園やしな、ワンちゃんわからんよな。どういうこと？公園でもメンバーは気づかない。メンバーだけや。多分ファンの人まで届かんから。握手会とかじゃないから。そう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 。ファンの方まで届かんし、メンバーやしなと思って。わからん。いや、最善で思う。最善はごめんなさい。言ってください。最善でニンニクの匂いしたら、うん、ごめんな。多分シーヒン。自分の口の中でもシーヒンから。シーヒン。あの食べた後もあんまり友達にわからんか、わからんわからんって言われたから。今も全然わからん。大丈夫なはず。大丈夫。うん、そうなんです、ね、食べちゃった、うん、美味しいニンニク。そうね、ね、え、お水飲んだら大丈夫なの？牛乳やな基本。牛乳とかでもブレスケアとかでも、あ、ニンニク食べた時は、うん、あの買わへんブレスケア、あ、飲み込んでここでそう。そしたらさめっちゃ食道さスースーすんで、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、うん、マジ綺麗になるここが。そうなんですね。客席まで届かへんようにしたいけどな。多分大丈夫。客席届くレベルだもん。今座られへんよ。やっぱ座られへん。マジで、うん、ほんまに。でも私ニンニク臭い、この間臭いな、うん、ニンニク食べたなって思うのあんまないねんな。あんまってかないねんな。ニンニク臭ってならへんねんな。ニンニク、確かにニンニク臭いはあんまり、うん、でも臭いねんな。なんでなんやろ。どれが臭いんやろ。食べた直後じゃん。その食べ口の中にまだある状態で喋ったりしたら臭いか。匂うんちゃう。それは臭い。昨日の私の口の中臭かったもん。ニンニク臭かった。あと食べ合わせとかなんかな。なんかお肉とかと一緒に分からんけど。肉の何が臭いやろ。でも韓国行った時にそれこそ韓国ってニンニク料理がめっちゃあるよ。うん、基本ニンニク入ってるからさ。ゆうじゅうやさん前髪カットのお時間。やばい、ここでここで切って、ここで切って。おもや。ここで切って。切って。え、切ってくれる？今から前髪切ってもらいます。ね、よくこの時間に配信したな。切ってもらなければ。そうやね。前髪も切ってないよ、ね。ちょっとあのね。まあまあしゃあない。いろんな人が喋っててね。そうなんですよ。見たいって、やっぱそうですよね。見たいですよね。アイドルの前髪カットのお時間です。堀田さんにね、いつも切ってもらってるんです。全然切ってもらう。無理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 。それは無理。ちょっとさ、生誕の時に切ってもらってんけど伸びちゃったからさ。分からんよな。分からんよね。ケットには分からへんの。あ、そうか、ケット。前髪なん、ずっ
ずっと。そうなんです。みんなメイク前にみんな切ってる。いやこの間も切ってたやんってレベルで切ってるけど。めっちゃ伸びちゃう。どれぐらいで切るの？2週間に1回。ですか。そうかな。前髪伸びるの早い。あめっちゃさ、それこそ眉毛ギリギリまで、うんうん、で抑えてたらその2、3週間持つけど、うんうんうん、なんかほんまに一番ちょうどいいところで切っちゃうと伸びるのめっちゃ早い。ですって思ってたより、うん、でも毎回切ってなかった。あ、 ありがとうございます。すごい。みんな見たいって。見たいの？前髪切り方。リアルタイム生配信。前髪生配信。企業秘密やで。企業秘密やで、みんな。いいの？ほとんど映ってないけど。カメラを音をかけた。ほとんど映ってないって。じゃあ映すわ。あ、でも今はね。ちょっとだけこっち見て。分けてもらってるね。あ、ケイトの方ではめっちゃ映ってるわ。ケイトの方が映るって。って言ったら自分の見てる人減っちゃう。あ、ほんまや。まあ、えさラビの方もあれで映るで、いろんな角度から。そうそうそう。え、短めにしようかな。マコの。天然水。あ、そういうこと。そういうこと。でもあれやろ。キャラクター。だから。あ、そうやで。ちゃんとして。キャラクターってわかんのじゃないのこういうの。あ、そうなの。知らん。あ、ほんと。よかった。爪がキャラクターじゃなくて。基本なんですっけ、眉毛とまぶたの真ん中ぐらいですよ。いや、これ多分メイクとかとちゃうから言うてもできへんと思うね。そうやな。でも注文するときにな。そう、注文はそれ。でもゆいにちゃんは汗をめっちゃかくから、うん、みんな基本目上切りを望むけど、ゆいなちゃんはそれよりちょい短くしてる。どうせ汗で落ちるから。でほんまにもう前髪諦めてるときは眉毛の下。あー、もう伸びてってこと。なんかさ、やっぱ10個のキャスケットをかぶっちゃうとさ、うん、もう100年先行くときにさ前髪ぺったんこなんよ。ああ。そうだからそのぺったんこになっても目にかからんぐらいが梅雨の時期はベスト。なんて書いてる？おじちゃんたちがなるほどおじちゃんたちほんまに分かってる、みんな。あ、おじちゃんたちやからな。ほんまに前髪切る時のオーダー参考にしてみんな。おじちゃんらはあんまそんな言わんやろ、絶対。確かにみんな自分で切ってる。そんなことないか。絶対違う。そうですよね。前髪、うん、でも一般の人最近切ってる人多くないですか。え、みんな自分で切ってるの、うん、切ってる気がするで。どう、すごいな。どう、みんな自分で切られへん。どうマコはこの前自分で切ってすごい眉になってたけど。そう、だから探したらもう禁止令だけど。私もでもさ、ウィンクの時に一回切って真ん中、うん、中の髪の毛をマジで、うん、これ読んで、堀田さんのヘアメイクは髪やって。あ、嬉しい。なんで私が切ってるって分かった。言ってた、私が言ったそう、大切なヘア堀田さんに任せてます。嬉しい。マジツインテールの位置神ですからね、ホットさんの。嬉しい。マジで神。他も褒めろ。他も褒めてる。ツインテールの位置。基本良し悪しは全部答えてくれる。ラブニアワンとか。そうそう。いやでもハーフボーに甘わへん。はっきり言ってこないと。言ってくれない。やめて。そしてそごうさんが言ってた。似合うハーフポニーを探してくれるんです。そうそうです。やっぱね、位置によってね。最近ケイトちゃん入ってない私。え、思いました。でホタさんがケイト入ったらクマさんヘアさせたがるから。でも絶対しへんから。そう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 。最近特にですよ。もうできるタイミングはないんです。ないな。帽子だらけだから。確かに。帽子クマの上に乗っけるしかない。ユートピアでクマさんしたらもうやばいやろな、うん、やばいね。ツインもあかんねんけど、ポニー専用の人やから。あ、そっかそっか。もうだから今日どうしようかっていう、どうやってツインをするかっていう会議をしてたんですけど、うんうん、ちょっとずつポニーを2個に分けていくことにした。なんか最初の方とかてっぺんの方でこう2個に分けて、だんだんその幅を広げていくっていう。気づいたらツインみたいな。こんな感じですよ。で、横毛は私まだ瞑想中なんで、とりあえず伸ばしてます。ね、なるほど。このね、つながりのとこだけちょっと切るぐらいで。そうそう。ラビのクマさんヘアが好きです。よろしくお願いします。そうですよね。私も好き。嬉しい。ねえ。ちゃうねん、ちゃうねん。キャスケットにクマさんおかしいやん。乗っちゃうもんな。乗っちゃうねん。キャスケットその日はやらなくていいよやったら全然やるよ。かもうナンバラでしかも。ナンバラやったらベレー帽に。ほんまや。お団子2つ出てくるから。ベレー帽穴開けたらいいんじゃん。めっちゃおもろいやん。クマの毛出る部分だけ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。これこれ、そう映さんでいいやん、絶対髪の毛で。ねえ、欲しい人、欲しい人、抽選で。そんな、いらん、5000円です。全然いらん、全然いらん。早くゴミ箱捨ててきて。ありがとうございました。堀田さんでした。視聴者プレゼントです。いらねー。よかった、前髪切れました。こんな感じで切ってもらってます。ほら、ちょうど眉毛と目の間ぐらい。ほんまにさ、キャスケット、そうやねん、キャスケットをなんかこうしっかりかぶったら、うんうん、こうなるねん。なるよな。だからもう今ここまででキャスケットかぶって、あ、浮かしてるんだ。浮かしてる、かしこ。そうなんです。なるほどね。5000円って言ったのに5万って見ねってくれて、ありがとう。ほんまにどこに飾んのみんな。美味しくないで、別に食べるもんね。食べるもん。こんな感じ。なんか始まってんねんけど、10万。もう多分オークション、セリセリ、もうあれですな、ゴミ箱なんか行っちゃいました。そう、こんな感じです。こっちは5000円で満足。まあやの、やります。坂田が来ました。これもう一個ないかな。あ、全然手持ちで、手持ちできるの？はい、珍しい髪の毛して、ね、でも最近はお春でやってるやんな。次、そうですね、お、ハマってんの？似合うんで。どうしちゃおう。おソロで。そうやな、みんなおソロっぽかったな、はい、あ、そうなんや。8期？そうです。ですって、皆さん。だって坂田髪の毛いいじゃんって。ありがとうございます。あ、マスカラ前使いましたよ。マスカラ、あ、使った。今日は坂田がマスカラを使ってレビューしてくれるらしい。あ、そうなの。ゆいなさんが、そう、新しい皆さんです。なんか来る。あ、みんな入ろうぞ。あと、頑張れ頑張れ。とりあえず返して。待って待って、私が一番着替えてない。どうしよう、私が一番焦らなあかん。あ、ちょっと待って、こうしたらラビ入らない。24分に。そうやな、今日はね、ゆいなさんが新しいマスカラを探してるってことで、そう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 、私が今日新しいマスカラを使ったんですよ。そう、それでレビューしてもらうねん。そうです。なるほど、ね、汗でも耐えれるか。そうそう、マスカラ難民でさ、今公演中の。でも仕上がりめっちゃ綺麗でした。マジ？あ、ほんまや、仲になってない。そうなって。もしかしてやる？あ、やらん、やらん、よかった。みんなで今何分、今何分見ていい？何分か、 45？ あれ、私たち何分か始めたっけ。私何分で着替えなあかん、もしかして。分からへん。え、やばくない？だって、あ、でも29分ぐらいで始めた。え、た、あ、そうかも。いつから始めた？分からへん。縦に向けたら分かるんじゃん。分かるか。みんな製造されます。32分お、12分ぐらいで着替えなあかん。私、待ってみんな集まってきました。間に合わない場合どうなりますかって。え、維持です。私服で始めます。やばいやん。大丈夫。でもお腹空いてきたな。どう？どうしよう。10秒チャージしてる。10秒チャージするか。え、いいよ、めっちゃ。あんなにさ、走りながらさ、下まつげのマスカラ塗るの忘れないって言ってたのに。塗ってないや。塗ってない。どういうこと？急に反省。なんでいつも後回しにしちゃうの？え、なんか嫌や、塗るのが。で、後にしないって感じ。こんな感じです、いつも。そう、私だけ私服どうしよう。お前どうする。まあ、頑張るわ。今着替えたら無理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 。脱ぐことしかできひん、今ここで。脱ぐことできるんか。服あっちにあるから。衣装あっちにあるからさ。あ、でも目尻がまま、よし、ごめんなさい、皆さん、着替え着替える着替える着替える。13位ひとしくん、12位コジ、11位マコッタン、10位トニー、9位ボッサン。